皆さん、改めまして、2人もう登壇されてますんでね、疲れてきたと思います。なんでストレッチ入ったと思いますが、そのストレッチの意味だけじゃないんじゃないかなという気がしてきて思います。さあ、改めまして皆さん、こんにちは。じゃあ、いやいや、まだ元気出るでしょう。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。僕はですね、まあ、ご紹介に預かりました守屋俊介と申します。こちら、あ、まだ出てないですね。僕はですね、もともと北海道出身です。北海道出身で、まあ、今日もですね、学園祭がありますが、まあ、4年前の学園祭というのが機に、まあ、僕の、まあ、大学4年生になった時っていうのはすごいこうターニングポイントとなった時があります。今日はですね、そういったお話、先ほどご紹介ありましたが、筑波大学キリキリ舞というよさこいソーランを踊っている団体です。こちらを立ち上げた、その理念、コンセプト、ユニバーサルソーランというものをご説明したいと思います。じゃあここでですね、皆さんに質問しましょう。ユニバーサルデザインって何だか知ってらっしゃる方、拍手をね。あとちょっとちらほらちらほらぐらいですね。ユニバーサルデザインというのはですね、ありがとうございます。まあ、いろんな言い方あります。原則とかもいろいろあるんですけど、僕が今思っているのは、こちら、障害者や健常者などに関係なく、誰にとっても、まあ、使いやすく便利なデザインのことですよ。ユニバーサルデザイン、バリアフリーとはやっぱ違いますね。バリアフリーは障害を取り除くという考え方。そうではなく、ユニバーサルデザインは、誰にとっても使いやすい、便利ですよ。そういうデザインのことを、ユニバーサルデザインと言っています。じゃあ僕らのユニバーサルソーランって何でしょうかと、まあ、果たして何なのか、キリキリ舞を見たことのある方もちょっともう一回、拍手お願いします。さっきよりはちょっと減ったかなって感じですね。ユニバーサルデザインとソーラン節を合わせたユニバーサルソーランとは何ぞやと。さあ、ここで僕がですね、まず、まあ、ユニバーサルソーランというコンセプトを作り出した、そこに至る3つの、まあ、出会いがありました。まあ、インパクトですね。衝撃的ですよ、うん、このインパクトを皆さんにご説明したいと思います。まず一つ目です。一つ目はですね、彼、写真家王ちゃん、写真の芯が心になってますが、ちょっとあえてですね、この王ちゃんとの出会いがありました。僕はですね、筑波大学の体育専門学部に入っておりまして、まあ、大学4年生の時に、まあ、自身が出身である、市の北海道ですね、の北海道民会を立ち上げた時に、まあ、彼がちょうど筑波大学の、大学院、まあ、心理の方ですね、の方に入学された時に、彼も北海道出身でして、そこで出会いました。彼はですね、全盲なんですね。彼は全く光を感じません。彼は筑波大学に入る前に山形大学の時代に事故がありまして、そこで失明をした中途失明者です。もともと世の中を見えていた。で、彼は写真を撮ります。左上はその写真となっています。一人で旅もします。全国一人旅です。人の家に泊まって歩きます。彼は映画を作ったり、作詞をしたり、いろんなことをやっている彼。この王ちゃんとの出会い、とてもとても衝撃的な出会いでした。その王ちゃんとの出会いがあった、その同じ年の8月です。北海道に帰省した時にですね、僕は函館に行きました。ユニバーサル上映映画祭というのを彼が、王ちゃんが実行委員をやっていました。この上映映画祭、何をする映画祭かというと、みんなで楽しむんです。上映方法をユニバーサルなデザインにしていこう。例えばです、こちら上の写真、横に字幕がありますね。まあ、日本人がほとんどです。でも字幕をつける、要は耳が聞こえない、そういった人、素早い動き、言葉に追いつけない人、そういった方々にこういった要約筆記だとか、日本語の字幕に英語ではなく、日本語の映画に日本語の字幕をつけるだとか、あとはこの横にいる人が手話通訳ですね、手話通訳をする。そうした、見づらいですが、絵が描いてありますね。絵を描いてある。今のこの情景の中に、例えば動物がなんか叫んでますよとか、 BGM、 まあ今バイオリン、音色がありますよ、ジェスチャーで表す、まあ、こういった形で映画の中身をいろんな方々が楽しめるようにする。さらに託児所を用意したり、車椅子の方々が好きなところで座れるようにスペースを作ったり、
さまざまな方が楽しめるこの空間っていうのを僕は目の当たりにしました。本当に衝撃的な、誰もが楽しむ空間を作るってすごいなと。僕はこの大学4年生8月です。そこでインパクトを受けた2つ目の出会いでした。もう1つは、3つ目、北海道民会、ちょうど4年前のこの学園祭です。僕はそれまでソーラン節が踊ったことがありませんでした。北海道出身なんですけれども、初めて大学4年生で踊りました。単純に楽しかったっていうのが感想です。この時もですね、ちょうど北海道民会なんですけれども、熊本県人会の方、愛知県人会の方なども参加したり、あとは後ろに美しいご年配の女性たちが、いらっしゃいますが、地元の筑波、ここで踊ってらっしゃる筑波よさこい連というチームの皆さん、共に踊りました。本当楽しくてですね、思わずこのソーラン節踊った後、10月15日っていうのがキリキリ前の誕生日なんですけれども、そこで私たちは、ソーラン節を踊っていこうよと、もっと団体としてチームとして踊っていこうということを決めて、キリキリ前ということを名付けてやっていきました。ただですね、じゃあせっかくやるなら何かこう思いを込めた、コンセプトを込めた踊りを作っていこうよと、その思いから誰もが楽しむ空間をソーラン節で作ろうよと、誰もが楽しむ、あのユニバーサル上映映画祭のようなユニバーサルデザインの要素を含んだこのソーラン節、このソーラン節を僕らの強みとして踊っていこうよという思いから、ユニバーサルソーランというコンセプトを立ち上げました。ここで一つ見ていただきたい動画があります。僕らはですね、じゃあそのユニバーサルソーランをやっていこうと言ったらいいが、じゃあどうやってやるんだと、先ほども紹介した王ちゃんも北海道出身、まあ、ソーラン節一緒に踊ろうじゃないかと、一緒にやろうよという中で、でも彼は目が見えません。皆さん、踊りとか何か覚えるときって何を使いますか？何使いますか？誰か言ってもらえますか？体の中の何ですか？目。ありがとうございます。目ですよね。目で見て相手の動きを捉えてそれを覚えていく。でも彼は目が見えないんです。じゃあどうしたかというと、こちら動画をご覧ください。この真ん中にいるのが王ちゃんです。大学の 1H 特徴です。発足して間もない時です。まあ彼はちょっと立っていることもちょっと辛かったですので、椅子に座ったりもしています。まあこの覚え方なんですけど、指導しているこの左側の人間の体を触ったり、あ、こうやって今手を動かしてるんだな、あ、なるほど、ここで腕を伸ばして、この動きはじゃあ綱引きという動きだよ、言葉に蹴りをつけていく。こう踊ってる最中にも、はい、次の動きは掴んで投げるだよ、次の動きは綱引きだよ、そういう応援と声を通して伝える、先ほどのように触って伝える、こういった形で、まあ、踊ることによって、練習することによって、本当に他のメンバーは、まあ、普通の請願者です。でも一緒にこういった舞台を踏むことができる。やはり工夫をすればいいんだと。目が見えないんだったらそれ以外の感覚を使う、触るだとか聞く、セリフをつける、そういったところをうまく自分たちで工夫すること。じゃあ目が見えない彼はこうだった、じゃあ腰を低くできないちょっと年配の方、膝が痛いわっていう方だって工夫をすればいい。耳の聞こえない人、例えば車椅子の人、いろんな方々います。そういう人に合わせた工夫を私たちが行うことによって、一緒にソーラン節が踊れるんじゃないかな、そんな思いで私たちは動きを覚えていっています。かつですね、でもそうは言っても、もっともっとじゃあさらに楽しめる空間を作ろうじゃないかと、見てるだけ、踊るだけ、一緒に踊るだけじゃなくて、見てるお客様も一緒に楽しめる要素は何だろう、そうさらに僕らのユニバーサルソーランを広げようとしたときに、先ほどのユニバーサル上映映画祭でもやっていたビジュアルパフォーマンスというものを考えました。これソーラン節、僕らがアレンジしたんですね。ごめんなさい、一気に戻ってきます。この投げるとか右とか、先ほど言いました、僕らは振りにセリフをつけるんです。ソーラン節っていうのはもともとニシン漁をモチーフに作られています。要は漁師さんの動きなんですね。こう網をこう引っ張るだとか、魚があります、魚を掴んで後ろに投げるとか、漁師さんの動きが振りになっています。それをセリフにするんです。例えば投げるという振り、動き、まあ、こういうのを同時に曲と流しながら見てる、まあ、例えば
視覚的に、ごめんなさい、聴覚的に、障害がある方でも耳が音が聞こえなくても、あ、今日今投げる動きをしてるんだなとか、初めて見る方でも、あ、これって投げるという意味なんだな、そういういろんな方々が理解できる、参加できる、楽しめる、そういった空間を作ろうと、僕らはこのビジュアルパフォーマンスというものを取り入れながらやっています。これだけでもないんですね。もうどん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 その人に合った工夫っていうのはもう際限なくあります。なので限りはないです。正直これ以上の、工夫もありますし、今4年間経ちました、キリキリの4年経った中でこのコンセプトを外さずにさらにみんなで楽しもうよと、そういう工夫の連続が僕らの踊りとなって、団体チームのキリキリ前の色となっています。キリキリ前は本当4年間やってきてですね、思うのは、まあ、先ほども谷中亭の、早川さんの話もありましたが、いろんな地域の方がいます。60代のおばちゃんはこれうちで採れたお米だから食べなさいとか、学生生活でいやいやお米くれるんですかみたいなありがとうございますみんなはもう何食べます、小学生です、医学部の学生とポケモン勝負しよう、本気で医学部の学生が勝負して本気で医学部の学生勝っちゃってます留学生とか帰国子女、まあいろいろと外の文化、外国の文化を感じている方もいっぱいいらっしゃいます。いろんな話ができます。いろんな価値観が共有している場所なんですね。あ、本当にこういう場所垣根がないんだな、あ、いろんな人が集えて楽しめる空間なんだな、誰もが楽しめる空間、自分たちが踊るっていう表現の場でもそうだし、ただもういて話すだけでもそうだし、あとはこういった皆さん聞いていただける、いただいている皆さんと共に楽しむ、そういったところがですね、僕らの目指すユニバーサルソーランです。本当にですね、こう、まあ、課題として感じてたのはやっぱりこういろんな人がいますね。大学生活してても僕も大学ばっかりでした、大学の仲間たちばっかりと、触れ合っていた、そんな社会いろんな点在しています、点在しているけれど、この僕らのユニバーサルソーランを通してやっぱりこう一つにつながっていく、輪となりつながる、こういった部分が私たちが目指すユニバーサルソーランの世界です。本当に世界に対していろんなところ、本当に僕らが目指していきたいこういう文化性のもの、ソーラン節を皆さんにどんどん伝えていく、世界に発信していく、それが私たちが目指しているものだと感じています。本当に最後のまとめなんですけど、まあとはいえなんです、ユニバーサルという言葉自体、考えがなくなる社会を作りたいです。本当はそんな考え自体がないということは、それが当たり前という社会です。僕らは最後に、まあ、そんな社会を作りたいという思いを皆さんに伝えて終わりたいんですが、実はこれでは終わらないんです最後にですね、まあ、このキリキリ前、まあ、皆さんと共に、まあ、ここにいらっしゃる皆さんと、まあ、ユーストリームかな、なんか見ていらっしゃる皆さんと共にこの最後の空間を楽しみたいな、この一瞬ですよ、この空間ですよ、このお祭りというこの日を皆さんと共に楽しみたいなと、Let's enjoy with us ということで、先ほどの、はい、柔軟性をですね、さあ肩も動きますね皆さん一度立ち上がっていただいて、さあキリキリ前のメンバー、さあ入場お願いします。こちらに来てください。最後に皆さんでこのソーラン節を踊りたいと思います。さて今日はビジュアルパフォーマンスも入れてやっていきたいと思います。さてさて、このソーラン節ですね、踊ったことない人もたくさんいると思います。漁師さんの動きがメインとなってますので、まず皆さん簡単な動きのレクチャーをしていきましょう。では今日はですね、英語も英訳も同時通訳でやっていきましょう。さあ、ももちゃんよろしくお願いします。はい、I'll translate into EnglishOK ですか、皆さん楽しく踊っていきましょう。まず最初にやるのは何ですか。 First of all, we are going to be waves first. さあ、右手を出してください。もう上でもいいです、ちょっとぶつかないように。はい、波、波、はい、ウー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 。さあ、波やったら、はい、左手、はい、波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 、 OK。 もう一回最後にやるのはグーにしましょう。グーにして曲げて、さあ逆の手で回したら、これはユニバーサルの手話です。 This is a sign language of universal. ユニバーサル、さあさあさあ、いいですね、ユニバーサル。 Very good. さあ今度はどっこいしょどっこいしょの掛け声を練習しましょう。 We're going to practice the voice sound. お迎えしてください。 When he says どっこいしょ, please return back to him.
どっこいしょー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 ソーラン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 あーどっこいしょ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 ーソーラン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 素晴らしいですね、素晴らしいですね。さあ、じゃあもうあとはですね、見よう見まねで踊っちゃってください。もう綱を引いたり、魚を投げたり、いろんな動きがあります。さあ皆さん、手拍子だけでも、うなずくだけでも、何でも OK です。さあ、最後この空間、楽しんでいきますよ。 Please enjoy with us。 はい、いきます。それではビジュアルパフォーマンスもともに楽しんでください。 This is a visual performance. We are going to perform our Soran Bushi. Enjoy with us. 踊り子を気をつけ、お客様に礼、よろしくお願いします。お辞儀をします。はっ、さあ一緒に行きましょう。構え、よまいにします。さあ皆さん、右手を前です。 OK, hold up your hand, the right hand. Getting ready to dance. 行きますよ。最初、波です。 OK, first wave. 波、右手、右手、右手、左手、左手、左手、はい。で、ラストはサインランゲージを見てください。はい、ユニバーサル、はい、ユニバーサル。さあ、はい、頑張ります。では改めまして、キリキリマイ、気をつけ、一緒に踊ってくださった皆様に礼。